今年で11年を迎えた東日本大震災。あの日から被災者と共に歩んできた横山真一は、改めて復興を誓った。ひたすら寄り添い続けるしかない。この揺るがない思いは横山の政治信条そのものだ。自ら足を運び、直接会って声を聞く。現場第一の横山真一の執念の戦いをたどる。東日本大震災の救助活動で大きな課題となったのが、道路や鉄道の寸断だった。海からの救助が議論となったが、それを可能とする法律がなかった。阪神・淡路大震災の時にも、海から救助に向かえばもっと多くの命が救えたのではないか、まあ、そういう議論があって、海上保安庁や海上自衛隊の船に医療機能を装備した船が作られていました。しかし東日本大震災の時には、まあ、そうした船は医療行為には全く使われなかったと。制度がきちっとあって、法律が定まっている分野であれば行政はすごいよく働くわけですよ。だけどそれがないわけだから、できないできないできないと、骨の髄まで法がなければ何事もできないっていうことがもう僕の体に染みついてるんで、じゃあその法を作ることを私公明党が提唱してきたんだからやってくれよと。当時は野党でしたけれども、まあ、自民公明で、まあ、議員連盟をですね、立ち上げることにしました。病院船のあり方っていうのはどうなんだということを議論していくと、要はそういう、災害医療の未来を考える、議員連盟というのをですね、私が発起人になって立ち上げたんですけれども、2020年にはさらに超党派による議員連盟を設立し、病院船整備の検討を進めていった。災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案。そして2021年6月、病院船推進法が全会一致をもって成立した。ここに至るまで10年の歳月がかかった。決して諦めることなく取り組み続けた横山の執念が実を結んだ。今までは陸上から被災地に入っていくという、そういう救助の仕方しかなかったんですが、病院船ができるとですね、海から救助に向かうという新たなルートができますので、まあ、その組み合わせの中でより多くの命を救えるというふうに思います。横山先生は水産学博士として海をよく分かってるし、それから災害のことを非常によく理解してるんで、僕は適任者と思ってるんです。被災地の一つ福島県は今なお風評被害が続いている。横山はその声を何度も聞いてきた。本当に皆さん風評には苦しんでこられて、いろんなこと言われるわけですよ。福島という名前がついただけで市場では値段が下がるとか、まあ、ひどいものを売ってもらえないとか、福島だから観光には行かないとか、まあ、いろんな思いをしてこられたんですね。復興副大臣の時、釣りイベントを企画、釣った魚を料理して食べる模様をオンラインで配信し、福島の安全をアピール、風評を何としても払拭したいとの思いから発案した。で、何かでもやりたいなと思ってる時に、ちょうど復興庁さんから福島復興の釣りイベントをやりたいと、で遭難に乗っていただけないかってことで、いやもうぜひやりましょうっていう。ところがそのコロナになってしまい、関係者、いやこれ絶対無理だよねと思う、とても釣り大会なんかできないでしょと思ってたんですけど、当時の復興副大臣であった、まあ、横山先生が、いやこれは何が何でもやるんだと、というすごいリーダーシップを発揮してくださって、
釣りイベントには多くのメディアも参加。普段情報が届かない全国の人たちに福島県産食材の安全性を大きくアピールできた。何としても開催するとの横山の思いが形になった。やはりもうそれは信念だと思うんですよね。福島のこの風評をね、払拭させるんだっていう熱いものがやはりあるんですよね。それはそこの復興副大臣としての務めだという熱い部分をすごい感じますよね。あのこの物腰のね、この柔らかさのその底にあるこの熱い部分。昨年9月、北海道太平洋沿岸で赤潮によるウニやサケなどの大量死が発生。被害額は80億円を超え、国内の赤潮被害としては過去最悪となった。ああいった光景っていうのは、まあ、初めて、まあ、見る光景でしたね。こんな異変を感じてですね、まあ、横山先生からも早速一報いただいて、まあ、現地入ってくるということになったものですから、まあ、私としてはですね、大変の心強く思いましたね。赤潮の発生はね、すぐ報道でも出てましたので、時間をどこで作れるか、できるだけ早く行かなきゃいけないということで、十勝釧路日高と回らせてもらいました。横山は現地の声を丹念に聞き、農水大臣に緊急要望を提出。被害状況と対策を強く訴えた。そして昨年度補正予算案に支援事業費として15億円を盛り込んだ。水産のスペシャリストだからこそスピーディーに対応することができたのである。正直一言で言うとね、すごいスピード感を持ってやってくれたなという思いがあります。まして15億円の貴重な財源をですね、投入いただけるということで、本当に大きな力をいただいたなというふうに思ってます。近年、海ごみによる海洋汚染が深刻さを増している。その中でマイクロプラスチックが大きな問題に。それを小魚が食べたり、あるいは鳥が食べたり、ゆくゆくは今人体に取り込んでいるという研究も明らかになってきてるんですね。将来的に人体に対する健康被害というのが懸念されるのではないかというのは科学者たちの判断になっています。横山はそうした現場の声を聞き、2015年に公明党として海ごみ対策推進委員会を設立。国会でもマイクロプラスチック対策について取り上げてきた。そして2018年6月、海岸漂着物処理推進法が9年ぶりに改正。国内で初めてマイクロプラスチックの使用を抑制する法律ができた。横山の地道な取り組みが海の生態系を守り、人への健康被害を未然に防ぐ大きな一歩となった。重い転換の一つにドラベ症候群がある。従来の薬は座薬、効き始めるまで時間がかかるため、新たな治療薬ブコラムの早期承認が待ち望まれていた。ブコラムは口から薬を入れることができ、効き目が早く、横山にも要望が届いていた。実はうちの長男もドラベ症候群なんですけども、発作が止まらなくなる、そういう転換発作を持つ病気なんですけど、座薬を刺してから効き始めるまでに20分ぐらいかかるわけですから、その間ずっと発作が止まってない、その間に命を落としてしまう、本当に重度の障害を負ってしまう、そういうことを何としても防ぎたいと。横山は自ら公明党転換対策推進プロジェクトチームを設立、国や厚労省に早期承認を申し入れするなど、矢継ぎ早に手を打っていった。世界の国でこういうのがちゃんと承認されてるんだよっていう理屈をきちっとお伝えをして、前向きに進めてくれっていうことを、厚生労働省や、あとその薬を治験をするところ、承認をする機構があるわけですけども、そういったところにも話をしてくださり、この薬の必要性、どんだけ皆さんが待ち望んでるかっていうことを話してくれたっていう、その場を何度もこう作ってくださったっていうのは大きかったと思います。
この横山の粘り強い取り組みによって2020年9月新薬ブコラムが承認された。しかも通常12ヶ月かかる医薬品審査を7ヶ月でスピード承認することができた。まさに横山の執念の戦いだった。横山さんのあの影の動きっていうのはすごく大きかったと思います。お会いした時も話をきちっと全部聞いてくれて、一回受け入れてくれるあのおおらかさっていう、いざやる始めるとすごく早くって、で的確でっていう、安心してこう物事を相談できるっていうのが一番助かりますよね。こうした仕事ぶりはどこにいても安定感があり、誰からも信頼されている。必ず時間を取って会ってくれる、じっくり話を聞いてくれる、そしてやってみましょう、必ずそう言って親切に、そして優しく対応してくる、そういうのをこう間近で見ると惚れちゃうね、応援したくなるよね。とにかく、横山真一さんを全面的に信頼して応援しようと思ってるし、応援していきます。さすがやっぱり現場主義といいますか、温厚で、それからよくその人の話を聞く、そしてつぶさにその意見をやっぱりその政治の場面でね、どう生かすかということのやっぱり能力の高さと、やっぱり判断力っていうんですかね、まあ、こういったものにはですね、本当にすごいものを持ってまして、常に心がけていることは現場に行くことです。いくら言葉で言われてもその場の自分の持つ実感ってすごく大事なんですね。その実感があるから、それがその物事を前に進ませる原動力になっていくし、だからまあ現場に足を運ぶっていうのを大事にしてます。横山真一は現場主義を信条に、コロナ禍で不安が渦巻いている今だからこそ、安心と希望あふれる暮らしのため、これからも政策実現に取り組んでいきます。国民の生命を守るため、新型コロナウイルス対策に全力を挙げます。北海道の自然を守り、未来に紡ぐ北海道戦略の構築を推進します。コロナ時代の新しい体験、滞在型の観光を推進します。北海道の能力を生かし、第二青函トンネル建設へ議論を深めてまいります。これまで12年間本当に皆さん方に応援をしていただいて、しっかり見守っていただいているということには本当に心から感謝を申し上げます。皆さん方の思いに応えていける、さらに政治活動を目指して頑張っていきたいと思います。誠実な人柄と類まれな専門性を持つ横山真一が、新たな希望の未来を作る。